まだ誰にも言ったことがないね。え、そうなんですか？いいの？え、もちろん全然いいよ。全然いいですか？さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。りょうです。今日はですね、はい、吉祥寺に来ています。はい、なんで来ているかというと、ね、ある方と待ち合わせをね、してるんですけれども、じゃあ翔ちゃんね、結構緊張してるよね。緊張してる。いやね、緊張してます。うん、行ってきたいと思います。行ってきたいと思います。さあ、ね、緊張するよね。緊張するね。もう目の前にいますよ。え、これこっち映していいかな。え、もうちょっと近づいてからでしょ。もうちょっと近づいてから。はい。いやー、楽しみにしてたもんね。はい。はい、じゃあ、登場。お待ち合わせをしていた方はこちらです。こちらです。じゃーん。わーん。こんにちは。ごめんね、カメラ倒したんで。かずえちゃんでーす。かずえちゃんでーす。ありがとうございます。イエーイ。ようこそ、少量チャンネルへ。初です。ありがとうございます、どうも。ありがとうございます。というわけでですね、今日は、かずえちゃんと一緒にコラボをさせていただこうと思ってまーす。昨日髪の毛切ったんです。というわけで、今回は、かずえちゃんに来ていただきました。ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。お招きいただきまして。よろしくお願いします。今日はですね、昼間、日中はかずえちゃんの YouTube の撮影に僕たちが、参加させていただいて、いろいろね、撮影をさせていただいたんですけれども。で、普段はかずえちゃんのチャンネルといえば、僕らのカミングアウトの、っていう ね、いろんな方のカミングアウトの場所になってると思うんですけど、なんかこうやってかずえちゃんに聞くことって多分ないと思うんですよね。あんまり見たことないよね。ないよ。言われたことないですもん。本当ですか？そうなんですね、そのチャンネルで喋るっていうのはないかも。だから今回は、なんか僕たちのチャンネルで逆、僕らのカミングアウト、アウト、かずえちゃんのこと聞きたい人いっぱいいると思う。もう何でも聞いてください。一切 NG ございませんので。なのでよろしくお願いします。こちらこそです。お願いします。いろいろね、調べてはそう。彼氏いないこととか調べてきた。好きなタイプとか調べてきます。調べてきた。言ってるからね。ね、なんか、じゃあ、ちょっとスタンダードな質問ではあるんですけど、なんか、YouTube 始めたきっかけでもっていうのは聞いてもいいですか？もちろんもちろん。はい、なんかね、動画ではお話しされてるんですけど、改めてここの僕たちのチャンネルで。かずえちゃんをまだ動画見たことないっていう方もいらっしゃるかもしれないので。うそうかそうか、ちょうど僕が始めたのが2年半ぐらい前で、で、まあやっぱり一番大きかったのは、生まれも育ちも福井なんですよ、まあ、地方に住んでて、で自分が30前にカナダに行って、で、まあ、ずっとその福井に住んでた時は、誰にもカミングアウトできなかったし、まあ、言うこともまあ、怖かったっていうか、で、まあ、その自分がこうずっと自分のことを嘘ついてっていうか、まあ、彼氏いても彼女っていうふうになんかこう機械で喋ってたりっていうのがあって、で、まあ、もともと海外がすごく好きだったから、一度なんか海外で生活してみたいっていうのがあって、で、いわゆるワーキングホリデー、ワーホリの制度を使ってカナダに留学して、で、そのカナダに行って、まあ、カナダで一から人間関係を作っていく中で、ここではもう自分のことを、もし恋愛対象のこととか、いろんなことを聞かれたら、もうゲイってことを隠したくないと思ったんですよ。やっぱりずっと隠してるのって辛いじゃないですか。辛いですよ。なんかバレないようにバレないようにってビクビクしながらね。だからここでは、なんか人間関係を作っていく中で自分のことをさらけ出して、それでもいてくれる人とだけ人間関係を作っていこうと思って。で、そういう、こう決意というか、そういうのでカナダに渡って、結局3年半住んでたんだけど、で、最初やっぱりそのカミングアウトするっていうことすら慣れてなかったから、すごい怖かったけど、でも徐々に徐々に自分のこと言えるようになってきて、そしたら、あ、そうなんだぐらい、なんか別にその誰もびっくりしないし、ってならないし、で、なんかやっぱりそういうところで生活してると、なんでこんなこと今まで隠してたんだろうとか、決して悪いことでもなんでもないのに、ただのそのゲイっていうのって自分の、その、
自分の中の一つでしかない部分、うんうんうん、大型でサソリ座でみたいな感覚の一部でしかないのになんでずっと隠してたんだろうっていう思いがあって、うん、でまあいろんなことがあって日本に帰るときに、はい、やっぱり自分が日本を出たからこそ感じれた部分、うん、特にそういうセクシャリティとか LGBTQ の部分を感じれたから、うんはいはいはい、なんかもっともっと身近にたくさんいるんだよっていう、うん、もっともっといるんですよって別に特別でも何でもなくて、うんうんうん、いるんだよっていうのをなんか伝えたいなと思って、うん、それが YouTube、うん、で発信しようっていうのが、うんまあ、始めたきっかけにはなるのかな、うんうんうん、なるほど。例えばなんですけどそのカナダにワーキングホリデーでもし行かなかったら、うん、その時に行ってなかったら今みたいになんか、まあ、講演されたりとか、うん、YouTube でなんかこういうふうに発信されたりとかしてたと思います、うん、多分してないかな、うん、自分自身がその自分の家族にはね、うん、僕は24歳の時にはカミングアウトしてるの、うん、それはやっぱり自分が伝えたいと思ったし、うん、家族には言ってたんだけど、はい、でも社会の中で生活してる時に、はい、家族だけじゃないじゃない仕事もしてたし でもそこでは言えないと思ってたし、うん、なのでやっぱりそのカナダのでもそれ僕時々考えるの、うん、僕の中でカナダっていうのがなかったら、はい、自分って今の自分をこの YouTube やったりとかやってたのかなと思うと、はい、やっぱりそこってハテナな部分があるんだよね、うん、だからやっぱり自分の中でのそのカナダの経験っていうのはすごく大きいし、うん、逆を言えば僕も今の自分なんか想像ができなかったわけ、うん、でもやっぱり自分の経験体験の中でカナダに行くとか、うん、いろんな人と触れ合うことで自分もできるんだって思えた部分だったの、うん、だからなんか私なんてとかいろんなことね、うん、もし悩んでるならやっぱり動いてみて見えることっていうのはあるのかなと思ったりする、うんうん、そうだよね。なんか僕たちもやっぱりこの YouTube をやっぱ始めたことで、うん、なんか積極的にもっと僕たちがパートナーシップ先生をしたんだよっていうのを伝えたいと思うようになったし、ね、やっぱ行動してみてっていうのは大きい、ね、だしやっぱ見てくれてる人とかが、うん、なんかこのチャンネルを見てなんか勇気持てましたとか、うん、すごく大きいそ、ね、コメントいただいて、ね、なりますみたいなことはあるから、うん、ね、やってよかった ね、意外とやりだすとさ、うん、やる前って大丈夫かなとか、うん、なんかそのやっぱりやったことないことに恐怖って感じるじゃない、うん、でも実際やりだすと意外と今まで考えてもなかったところからそれこそ2人のチャンネル見てますとか勇気もらいましたっていうコメントがまたそれが自分のやる気になるじゃない、うん、いやそうですね、そうだよね、うんうん、でもそれは感じるよね、うんうん、何でもどうぞ。どうしようかな。なんか先月の24日に台湾で同性婚ね、うんうん、始まったで、うんうん、そうだよね。もしじゃあ日本で結婚という形ができるのならば、うん、したいと思いますか？それはしたい。まあしたいというか、はい、今はその僕のパートナーがいないから、はい、リアルにこの人と結婚っていうのをね、はい、想像はできないけど、うんうん、それこそそのカナダに行った時は、はいはい、カナダって同性婚ができるんだよね、はいはい、でずっと日本でも長いこと付き合ってる彼がいて、はい、でもこの人とその先がないっていうかどうなるんだろうっていう思いはずっとあったの、うん、でそれこそさっきも話してたけど、はい、結婚なんてことを考えたことすらなかったんだよ、はい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 、だって無理だと思い込んでるから、うん、そうですよね、うん、でも一度カナダに行って同じようにパートナーができて、うん、その人とあ結婚っていう選択肢僕たちにあるんだって思った時に、うんうん、あるものを選ばないのと、うん、選ぶ選ばないのと、うん、元からないものを選べない、うん、選ばないっていうのは全く違うなと思ったから、うん、やっぱり僕はその結婚っていうものを、うん、もし自分がパートナーができて、うん、その人としたいと思ったら、うん、やっぱりその結婚っていう選択肢が取れるような日本ではあってほしいなと思う、うんうんうん、じゃあもう結婚願望はあるてか結婚願望の前に彼氏願望です彼氏願望そうですね。出会いとかないんですか？なんか普段、ね、あんまないよね。人には会うよこうやって、はい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 、でもだって4年いないんだよ。結構な、うん、ツイッターでもね、そう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 、僕らはツイッターで ね知り合って知り合ってから、うん、言ってたもんね動画でね、そうそうそう、そうなんです。ないです。でもなんか出会いはね多分いろんなところにあると思うね。わかんないからね、うん、わかんない でも結構ウェルカムでは意識してるんだよ。本当ですか？じゃあこの動画見て、ね、いいこと聞いちゃったみたいな。できたら、はい、このチャンネル出してカップルでぜひぜひ、ね、うん、ダブルデートとかしたいですね。やろうぜひぜひ、ね、ダブルデート企画したい、うんうん、そう
ぜひぜひ、うん、次聞きたいのが、まあ、個人的に僕らがね、うん、思ったのが、あのその今その家を持たないで、うん、ね、アドレスホッパーをされてますけど、ね、されたんですけど、うん、それで多分で2ヶ月ぐらいですかね、やる、その4月くらいからでしたっけ、3月の20日に、ね、実は僕も中野区民だったんですよ、あ、元はね、はいはい、で3月20日に、まあ、東京の家を、まあ、引き払って、はい、なので今3ヶ月目、2ヶ月ちょっと経ったぐらいか、うんうん、でそこでなんか何気持ちのなんかなんていうの考え方とか、うん、なんかね、そういうのって聞いてみたいね、そういうのってできなかったりするし、それこそ勇気がいることだと思うんですよ、うん、家を持たないっていうのは、うん、まあ確かに実家はあるし、うん、ね、友達もいるし、うん、ね、うん、いろんなところ、うん、まあ泊まるところもホテルとかもたくさんあるし、でもいざ自分がそういう生活になる、うん、たと思うと、ね、ちょっと勇気がいるなって、ね、うん、やっぱ思っちゃうよね、うん、こうやりだして感じたことっていう、はい、そうですね、うん、ありますか、僕その自分の中の動画でアドレスホッパーやりますとか、ね、はい、動画出してるんだけど、もう一つ理由があったんだけど、うん、それはまだ誰にも言ったことがないんです、え、そうなんですか、もう、え、もちろん全然隠してるわけじゃないので、はいはいはい、今ね言ったように、はい、やっぱり僕の中でも家を持たないっていうことが、うん、すごくやっぱ挑戦でもあった部分があったの、うんうん、でなんか、うん、こう今までの自分の人生の中でね、やっぱりその自分がカナダに行く時とか、じゃあカミングアウトをした時とか、うん、なんかいろんなことがあって、なんかなんでしょうとか、僕は YouTube をこう上げた時も、うん、カズエちゃんだからカミングアウトできたんだよとか、うんうんうん、あなただからできたんで私なんてみたいなことすごく言われる時があったのね、うんうんうん、でその時にその気持ちもすごくわかるけど、うん、僕もなんか朝起きてすぐに YouTuber になったわけではないし、うん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 、朝起きてすぐに母親父親に言えたわけではなくて、うんうんうん、やっぱりいろんな選択肢の中で今が選択してきた中で今があるじゃない、うん、そういう時にやっぱりその家を持たないとか、うん、大丈夫かな怖いかなって思ったんだけど、うん、まずやってみないと分かんないって思ったの、うん、はい、その自分が僕はお家を持ってたけど東京に全然いなかったし、うん、なんかもったいないなっていうのがあって、うん、まあ根底はそこにあるけどもったいないっていうのがあるけど、うん、でもこういうなんか生活の仕方とかこういうことはあってもいいんじゃないかなって、うん、でやっぱり自分がこうあなただからっていうんじゃなくて自分も挑戦だったし、だから自分がそれをやることで、うん、なんかこうやってよってみんなにいろんな自分が思ってることをやってみたらっていう風なその後押しをしたい部分でもあったの、うん、なるほど、うん、あとやっぱり自分もやらないと今まで分かんなかったし、うんうんうん、YouTube もカナダとか、まあ、カミングアウトも自分がやっぱりやったからこそ見えてきたものっていうのはたくさんあったから、うん、自分もいつまでこれが続くか分かんないわけ、うん、でもダメだと思ったらやめればいいだけだと思うわけ、うん、また次の違うことすればいいだけだと思うの、うん、なのでなんかこう見てる人とか、うん、なんかちょっといろんなことでこう私できないよなとか、もしそういうことがあるなら、うん、何かその一歩になってくれたらっていうのはすごくあったから、うん、それはすごく自分の中で、まあ、自分自身も挑戦ではあったの、うんうんうん、なんか翔太は結構あの憧れてる部分があって、うん、アドレスホッパーになんかあんまりその物とかもできれば持ちたくなかったりとか、うん、あの本当に最小限の生活ができればいいかったりする、うん、まあ、今の家の何コンパクト感そうそう、だからでも全然平気だったりするからちょっと憧れがあって、うん、でもやっぱりね、なかなかそういう風にはでき普通にね、暮らしできないから、うん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 、特に今はもう一緒にね、そう住んでるし、そうだよね、うんうんうん、ちょっとこれで家出られてもちょっと僕はちょっと嫌だなって困るなって思っちゃうから、ね、確かに、うん、僕は今パートナーができないから、そういう部分でもできるんだろうなと思うから、うん、ね、2人はなかなかさ、うん、難しいかもだけど、でもそういうなんか一歩にとか、うん、なんか自分ごとに考えてやって、なんかそういう、うん、なんかそういうようになったら嬉しいなっていうのはすごくあったかもね、うんうん、がいきなりポンって家を捨てたら大変だけど、うん、なんかこうちょっと体験的なこと、うん、でなんか休みの日というか、うん、で今日はちょっとそのシェアハウスに泊まって、うん、ここから仕事行ってみようでも、うん、なんかちょっと体験的なこととかできるのかなと思うから、うんうんうん、確かに、確かに、他この動画を見てくれてる方たちはもうみんな知ってると思うんですけど、あの僕たちお酒が大好きで、うん、僕は金麦派乗ってたみたいな親子の金麦でしょ、そうそう、ね、で翔太は氷結のレモンソあのレモンサワーあるんですけど、
和江ちゃんは好きなの？お酒とかは大好き。毎晩。あ、毎晩。あ、本当ですか？一緒、一緒。最初、はい、まあビール飲む。はい、はい、はい。熱いし、美味しいから。でも、やっぱお腹いっぱいになっちゃうね。ですよね。ワインが好き。でもこの前、九州行って、はい、芋焼酎を飲んで、めちゃくちゃ美味しいなと思った。芋焼酎美味しいですよね。美味しい。うん、そう、芋焼酎好きになりました、ね。飲みましょう。いや、飲みましょう、ぜひぜひ。これ終わったら、これ終わったら。楽しみ。めっちゃカラス泣いてるじゃん。カラスが。ね、というわけで、はい、うん、今回はですね、和江ちゃんをお招きして、逆、僕らのカミングアウトをしていただきました。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。和江ちゃんのチャンネルは、はい、概要欄に貼ってますので、ぜひ、見てみてください。というわけで、はい、今日は、ありがとうございました。こちらこそです。一日ありがとうございました。いや、ありがとうございます。楽しかった。はい。というわけで、はい、気に入っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。Twitter、インスタもお願いします。ではまた。バイバーイ。カラス。ね。